Hello， 我是豪车金部长高子。我们的影片即将开始哦。开始之前，如果你还没有订阅我们国新卫视 YouTube 频道，请记得按订阅，并开启小铃铛，才不会错过台湾豪车金节目的最新通知哦。通知哦，通知哦，哎呀，喂，啊，开始哦。続いて部長はこちらのミャオの不思議なエピソードについて伺うことに。氏神様にまつわる信じられないお話があるそうなんです。神様って怒ることあるんですか？あるよ。神様は特殊な方法で自身の気持ちを表現するんだよ。不快だということを表現するんだ。そうなんだ。リーベイという方法だよ。立つのこうやって。そんなことあるの？神様が言いたいことがあるってこと。嘘だよ。だって皆さん見て、ここさ、ここ見て、平らじゃないですか。これこうなるって。嘘だよ。本当だよ。本当なのよ。本当にいるよ。本当におばあちゃん。本当に見たの。ミャオを新しく建てなさいということだったのよ。だから最近私たち買いの家を買ったのよ。言えよ。おばあちゃん何やら秘密まで言っちゃったようですが、おばあちゃんが言うには、以前ポエが立った際に神様からミャオを立てるようお告げがあったそうです。あ、なるほど。言いたいことがある時にこうやって立つってこと、ね、大事なことがある時にこうやって立つのよ。じゃあその時の写真ないんですか？写真あるわよ。どれ？あ、本当だ、立ってる。見て、見えますかね？立ってる。え、これあれじゃないの？ブスフォトショップマ。違うよ。本当に人に蹴飛ばされないようにこうやってジンズを使って囲むんだよ。本当だ本当だ。3日間立ってたの。3日よ。嘘だよ。本当なの。でも神様が何を言いたいかどうやってわかるのでしょうか？神様に質問を何度もしていくんだよ。ミャオのことですか？我々のことについてですか？と何度も何度も聞くんだよ。あ、そうなんだ。あ、でもこう立ったら本当にこういろんな質問を何回もして、こうバッポエを何回もするんですね。じゃあこのリッポエは人生で何回見たことありますか？20〜30年で一度だ。お母さん、お母さんも一回。一回か。そうなんだ。いや、めちゃめちゃ貴重なことですね、それは。なるほどね。え、あの僕トゥディゴンって、あの人を探すのに長けた神様って聞いたんですけど、なんかその調剤金をアップするためにはどうやったらわかるんですか？それが氏神様には2人の子供がいるんだ。この2人の子供が台湾ではジャオツァイと呼ばれているんだよ。もう片方がジンバオといい、我々を金運アップさせてくださるんです。氏神様がこうして私たちの金運をアップしてくださるのは、この氏神様の2人の子供がいるからなんですね。シャオポンヤがいるの？どこにいるんですか？ミャオの中にいらっしゃるよ。見ていいですか？もちろん。さらにこの子供たちは少し変わってるんだ。何、めちゃめちゃ気になるんですけど。あ、そうなんですね。どのように変わっているのでしょうか？はい、これが氏神様だよ。あ、大きい。はい、隣に子供がいるだろ。いらっしゃいませ。小さいのが、はい、ジャオツァイ、金運アップだよ。あ、お金がね、金運アップ。あっちはユエンボウを持ったジンバオだよ。あ、子供の姿が普通と違くないか？え、ちょっと、え、あそこ、え、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って。だって俺あれ、え、ちょっと待って、あのリトルジンバオの神様が出てらっしゃるんですけど、俺あのあれよ、日本にいた時に、あのよくね、こう仕事終わりにみんなこう酒飲んでもこうみんなヘラッタラになってたら、みんなその辺でこうやっておトイレこうやってベーってやってんだよ。その状態じゃん、もう完全にそれ。確かにそれ失礼ですね。冗談ですから。失礼しました、失礼しました、はい、でもなぜ子供の神様は下着を履いてないのでしょうか？
どんな理由があるのでしょう。この神様は200年前からいるんだよ。200年。そうさ、それで200年前に当日の職人さんが可愛らしい子供をということで彫ったものだよ。ああ、海ファンな感じで。そうさ、可愛らしいだろう。でもこれガンマは神様だから大丈夫さ。そうかそうか、大丈夫大丈夫ですね。会話にしようでございますけれど、なるほどね。え、あ、そうなんだ。違うよ。で、違うよ。これね、今見せていただいたじゃないですか、この対戦の神様と。で、今日ほら僕みこしも担がせてもらったけど、あのあれは彫刻の神様も。彫刻の神の手かい？そう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 。ここにその方の名刺があるから、これを君にあげるよ。ここに行ってみなさい。わかりました。チェンさん、この方が君が探している方さ。わかりました、わかりました。チンさん、こちらにいらっしゃるんですね。わかりました。じゃあちょっと神の手を求めて行ってきます。わかりました。いや、でも本当に今日どうもありがとうございました。いいえ。ミャオの皆さん、どうもありがとうございました。続いてアンピンに来た部長、彫刻の神の手の持ち主はどんな方なのでしょう。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ちょっとこれってここで合ってますか。そうです。あ、ここで合ってる。あ、チンさん、先生様。はい。あー、でも初めまして、初めまして。高橋部長かい。あ、そうです、そう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 。遅かったね。すいません、失礼しました。いや、違うんですよ。今日ね、この彫刻の神の手を探してまして来たんですけど、わ、見て見て見て、いっぱい彫刻がある、ここに。わ、これ今制作している作品の作業中だよ。これもこれもお世話です。これ かっこよくないですか。めちゃめちゃかっこいいですよ。すごい細かいですし、あ、でたくさんミノの種類もたくさん。これらは掘る際の工具だよ。なんかほんといっぱいあるんですね。なるほどね。で、これき、ちょっと待って、なにこれ。待って、ちょっと見てください、皆さん。これ、台湾ハオツージンって書いてあるよね。あなたが来るから特別に作ったものだよ。マジで。え、ちょっとめちゃめちゃ嬉しいんだけど、本当に。え、これだって見てください、すごい綺麗じゃないですか。え、てかこれは何？すぐおまん。違う。違う。これはアンピンの特色を彫ったものだよ。あ、そうなんだ。いや、でも見てください、皆さん、この細かい線といい、めちゃめちゃ綺麗に、この見て、このカーブの具合とか、彫刻でカーブ出すのって相当難しくないですか。でね、この、これ見て、字の細かい線とか、よく折れないでこんなの削れますね。すごいな。で、しかも見てこれ、立体的なんですよ。めちゃめちゃ立体的で浮き出て、でもこうパッて見た時に迫力がすごいありますよね。本当にありがとうございます。じゃあこれ持って帰っていいんですか。君たちのために作ったものだよ。わ、超嬉しい。マジ本当に世界に一つだけです、本当に。こちら素晴らしい作品を、アーリャンさん、本当にありがとうございます。わー、主人公だ、好酷哟。看完我们节目还喜欢吗？喜欢的朋友请记得订阅高新威斯 YouTube 频道，并开启小铃铛，才不会错过台湾好资金节目的最新通知哦。也欢迎在底下留言告诉我你们看完节目的感想哦。还有，如果还没有 follow 比克利台湾台湾好资金的朋友们，请扫描以下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦，赞赞啊赞啊赞赞，可以的，来哟啊，拜拜。